先週、ある民宿のポストが炎上、議論となりました。当館ではタメ口での問い合わせの場合、回答は漏れなく満室となります。来てほしくないですから。このポストに対し、何度も嫌な目に遭ったんだ、客は選んでいい、タメ口の人はカスハラの確率が高いと理解や賛同の声が。しかしその一方で、民宿側の発信にも高圧的なものを感じた。気持ちはわかるけど、 SNS での公言は良くない。さまざまな投稿が相次ぎ炎上。タメ口やそれがカスハラにつながった体験談、そもそもタメ口はカスハラなのかなど議論が交わされました。先月には衣料品チェーン島村グループが、威圧的な言動や土下座の強要などカスハラと判断した場合、対象の客を出入り禁止にすることがあると発表し話題に。そんな中、こんな声も。変な敬語使われてもモヤモヤする。ここからは、言葉はどこまで正しくあるべきなのか、タメ口と敬語の TPO について考えます。ではゲストをご紹介してまいります。まずはですね、ホームセンターに勤務する中で、お客さんのタメ口に怒りを覚えることも多いというですね、アシュラサラリーマンさんです。アシュラさん、アシュラさん、どうぞよろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします、はい、この、ね、アカウント名で活動されているということで、ありがとうございます。サラリーを挟んで、はい、一方でですね、タメ口を使うことの何がダメなのかというですね、むしろ昇進につながったと語る肛門様です。肛門様、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。こんばんは、肛門です。よろしくお願いします。はい、肛門でいいですね。はい、肛門さん、違う感じが浮かんじゃったよ。はい、肛門の方浮かんじゃうよな。そしてもう一方、お願いします。はい、お願いします。タメ口には人間関係を近づけるメリットがあるというね、主張されています。コミュニケーション心理学がご専門の藤田直美さんです。藤田さん、どうぞよろしくお願いします。こんばんは、ありがとうございます。今ね、画面出てますけど、パンパンってこう呼ばれたりしたんですか。はい、そうですね、これは結構な頻度であるんですけど。 あるんですか。はい、遠くからこう、ね、うん、こう手で叩いてこう呼び止めるみたいな形で、で大体そういう方はやっぱりタメ口の高圧的なタメ口が多いかなっていう印象ですね。そうですか。私それにはちょっと反対ですね。やっぱり経営者はここは出た方がいいですね。守ると、スタッフを守ると。そうですね、私ずっと宿泊業やってて、やっぱりサービスする側ですよね。でお客さんから、例えばあのフロントであのハーフの方がやってて、でやっぱり日本語がねそこまで完璧じゃないから、そうするとお客さんから捕まえられて、あのフロントにはきちんとした日本語喋れる人を置いてってくださいって一回言われたことあるんですよね。お客さんには、いや私たちはそういう価値観ではないから、お客さんが求めてるサービスはうちできないから、もうキャンセルチャージはいらないからチェックアウトしてください、で私ずっと経営者としてこれやってきたんですよ。もう非常に無理難題言うお客さん、必ずチェックアウトしてくださいって言ったんだけれども、一度もチェックアウトされたことないんですよ。結局安さで選んでるから、だからもうあの店としては経営者としてはきちんとした態度取った方がいいと思います。むしろお客さんを選ぶっていう側面も必要じゃないかっていうことですね。お客さん選ぶということ、アシラさんのところで出てきた例で、そのタメ口っていうのはどちらかというとすごくその勢いがあったりとか、明らかに何らか その危害を与えてやろう、精神的に何かしてやろうとか、そういった危害を加えるような意図を感じるような形 その使い方ですよね。だから単純なそのこれがタメ口なのか丁寧語なのかっていう話よりも、もうそのカスハラの匂いをプンプンさせているタイプの物言いっていうことだとはまあ思うんですよ。でただやっぱりそれをそのお店の側がそれやっぱりこうきちっと感じ取ることができてしまうぐらいに、そういったもうちょっと言葉としてどうかもとも思うけれども、そういった民度の低いそのカスハラの意図を満々にしてくる客が多分本当に増えてるんだろうなっていうことの表れかなってちょっと思ったんですけど、ね。はい、シャーさん、どうぞ。私はなんか普通にあの学生時代居酒屋でバイトしてたんですけど、よくなんかちょっとこっち来てみたいな感じで言われて、あ、はい、何ですかみたいな感じで行っちゃって
ってて、返しもタメ口、うんうんうん、あ、いや、あ、でもないけど、何ですかって、何ですか、セーフか、ちゃんと何ですかってちゃんと言ってるけど、同じノリでこうノリはなんか合わせ て、うん、合わせて、その、うん、だからあんまりその何ですかタメ口で嫌だなって思えてなかったんですけど、うん、この民宿の場合はなんか、うん、なんていうんですか、あの言われたことをさっきあの、ね、見たら結構、はい、タメ語のタメ口っていうか、うん、アティチュードがやばかったんだろうなって思って、態度ですよね、見下す態度っていうことね、そうそうそう、言葉遣いより、うん、言葉遣いより見下す態度、タメ口でもまあ敬意があればっていう考え方もあるというね、うん、そこの線引きは、あ、しおちゃんおいでよとか言われたら、はい、あ、じゃあ行きますみたいになるし、ね、と思って、はい、愛の問題、うん、みたいな、でもやっぱりそうやってパンパンって言うんだったらね、うん、それはもうきちんとマネージャーに報告して、でマネージャーがあの会計の時にはお客さんに、いや、お客さん次回ね、うちの店員さん呼ぶときには、うんうんうん、パンパンやらないでくださいねって、そこまで言う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 、動物じゃないんでね、うん、動物だけど人間もそこまで言うことによって逆にサービスの質を担保できますよね、うん、その当店 の、 あのスタッフはこうされて呼ばれたとに、うん、あの認識するものではございませんっていう、お店の規範ね、あの、そうそうそう、案外本人も気づいてないところあるかもしれないから、うん、はっきりと、いや、これはできませんですよって、うん、はっきりと明確に、新車さんのお店はピリッとしてんだろうな、ピリッとしてますよ、ピリッとさせるね、はい、まあ、そんな中ね、タメ口そのものが必ずしも NG じゃないよねということで、黄門様に伺ってまいりますが、むしろ上手に使いこなせばいいんじゃないかということですね、どういうことなんでしょうか。あの、私はタメ口で出世したんですね、ほうほうほう、あの会社員なんですけども、うん、まあ、基本的にすごい固い会社で、はい、みんな敬語、うん、本当に敬語、年功序列で上から下まで全部きちっと揃ってる年功序列の会社で、みんな敬語なんですよ、うん、でそういう時こそタメ口って効果を発揮する、僕タメ口が大好きで、タメ口の効果を最大化したい、そのタメ口リスペクトがあるんですよ、だからこれは、うん、あの周りが硬い時こそこういうタメ口を使ったりとか、あと僕髪の毛を染めたりとか、ちょっと服もチャラめにしてるんですけど、あ、見た目も、まあ、柔らかい空気で、うん、ズバッとそういう警戒してる時にね、なるほど、いや、こうでしょうと、うん、いちいちね、あと敬語は長いですよね、はい、あの会話コストが悪い、あ、そもそもね、言葉が長いと、うん、はい、そうね、言いたいことを伝えるときに短くスパッというのにタメ口は適していて、うん、そこで他の人とは違うことを思わせてしっかりそこに入っていく、で人脈を築く、成果を上げる、これで昇進ですよ。あの言ってることは分かるんですけども、一方でその上手なタメ口が使えないからみんな困ってるっていうね、もうパーって引いちゃったりなんかしてねさあみたいな、これどういうふうに上手に使うわけですか。いや、やっぱ練習じゃないですか。あ、使っていく。カレッタ君とかも練習してるでしょ、タメ口、タメ口じゃないとか僕ですか。コミュニケーション能力が高いんでしょうね、そもそも、すごい、そもそも、そもそも、そうそうそう、自分言ってる、自画自賛、このぐらいのノリじゃないとっていう、まあでも今話してても距離は縮まりますね、確かに今縮まりました、ね、そういう意味では、で声だけですけど、俺ちょっと苦手だなと思いましたけどね、そういう感じまあ、そこ見ればグイグイ来るよね、グイグイ来る人だよね、いきなりその距離感みたいな、割とりんたろーさんそういうの得意じゃないタイプ、そうか、ちょっと近いんじゃないって言ったけど、僕いまだにりんたろーさんに敬語ですから、確かに確かに、でそれ人を選ぶ能力っていうのはそうか、なんかあった方がいいっていうのもありますけどね、あの公文様があの下から食い込んでいった感じはよくわかるんですけど、最近は上司がこう何か注意するとかタメ口聞くだけでもダメだから、上司部下の関係も上司か部下にあの丁寧語、何々さんこれ何とかしてもらえますかみたいな感じだったりするんですけど、こう上からはどうですか、こう、あ、これね、良くないですよ、これは良くないよ、良くないんだ、それは良くない、下からの技なの、下からの技、やっぱりこれ良くない、これ1枚前のやつ、これスタッフの方に最後の方に話してくれてたんですけど、はい、僕30代だからまだ許されてるんですけど、うん、50、60になって部下にタメ口で上から目線、これ良くないと思うんで、へー、今のところこれ僕はこのタメ口一本やりで昇進してきたんで、うん、15年後とか20年後ちょっと心配、うんうん、ちょっと心配ちょっと心配、キャラ変えるわけ、ちょっと心配キャラ変えるの、わかんないんで、うん、このままどういけるのか、キャラ変が必要なのか、なるほど、年齢層じゃないとこれはむしろ品がないというふうに見えちゃうんじゃないかっていうね話、業種はちなみに何なんですか、業種は何ですか、まあ皆さんとそんなに遠くないところです、そうですか、ちょっと藤田さん
ご専門でいらっしゃいますから、ちょっとこのね、はい、訪問様論、はい、バッサリ切っていただいてもいいですか。まあ今品があるかどうかは置いておいて、はい、確かに今上の人が丁寧に話さなきゃいけないっていうのが、うん、はい、ハラスメントの条例、それこそパワハラに な,、はいはい、なりかねないんで、ちょっと言い方きついとっていう。そうなんですよ、はい、なんで例えばパワハラ研修で丁寧に話しましょうっていうことを教えてくださいって呼ばれ、うん、でもその会社にまた呼ばれて、今度はコミュニケーションを円滑にするためのなんかやってくださいみたいなことを言われるんです、ね。あ、そうか。いや、それこそ多いとか言っちゃったらもうね、一発アウトぐらいの。なんで、うん、難しいですよね。あまりこう丁寧に話しましょうっていうのを徹底していくと、はい、今度揺り戻しが来て、うん、うまくコミュニケーションがいかないので、うん、ちょっとなんかいい方法ないですかっていう相談されたりするんで、むしろね、上の方が言葉遣いに悩むっていうか、こう困るっていうかね、うんうん、そうですね、偉そうに聞こえないように、あと感情が高まったと気をつけないとみたいな、ね、そうですね、そういう時代ですよね。そういう時代ですよね。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。